コレステロールショックの2回目ですけども、私たちは長い間ですね、油っぽいものを食べちゃいけないと。それはコレステロールが増える、まあ、中性脂肪なんかもあるんですが、まあ、コレステロールが増えるということで、まあ、卵もですね、好きな人も、まあ、少し控えたり、それからよくコレステロールの多い食品ということでですね、まあ、いろんなみんな多くの人が好きな食材がですね、非常にコレステロールという点で制限をされました。50年続きましたね。この元になったデータを2つぐらい紹介したいんですが、1つは最初はですね、これは最初のデータとは言えないんですが、ある程度よく整理されたデータを借用しまして、ここでご説明をさせていただきたいと思います。ところで、こういった科学の問題はですね、基本的には著作権がないんですよね。これは、まあ、最高裁、高裁の判決も随分ありますけども、著作権というのは創造物なんですけども、創造物に限られているわけですが、まあ、このグラフを使うのにちょっとお断りをしたいということで今お話しているんですけども、著作権は創造物なんで、私たちのように科学の世界に住むものはですね、よっぽど特殊なもので創造性のあるものは別なんですけども、単にデータを整理してグラフにしたというようなものはですね、まあ、創造性があるとも言えないので、まあ、一応自由に使わせていただいております。まあ、論文なんか書くときには、まあ、きちっと引用するんで、まあ、非常に論文書くのが手間取るんですけども、もともと創造物にしか著作権を与えないというのは、人間の知恵をですね、できるだけ多くの人が知るということが大切だから、まあ、権利を前面に出すんではなくて、まあ、知る方を、まあ、知る権利って言いますか、個人が著作権で儲ける権利よりも多くの人が知る権利を優先するということで、まあ、著作権に厳しい制約をついております。したがって、まあ、ここで使用するいろいろな健康上のことはですね、まあ、特に健康に関するので、ここでは著作権フリーということで使わせていただいております。このグラフ、まあ、多くのグラフがあるんですが、横軸に総コレステロール値を取りまして、縦軸に心疾患死亡率というものを取っております。で、グラフに見慣れない方もおられると思うんで、一応少し丁寧にご説明いたしますとですね、これは横軸にコレステロールの値が1デシリットルあたり 100mg から 331mg まで取ってありまして、心疾患死亡率は0%から35%、これは現在ではなくて、コレステロールを気をつけなきゃいけないと、まあ、言われ始めてからしばらく経った時に整理されたものであります。これを見ますとですね、全体としてはコレステロールが増えると心疾患死亡率が上がっていくと。つまり、コレステロールが120ぐらいですと、心疾患死亡率の危険性は5%ぐらいしかないけども、コレステロールが極端に330ぐらいになると、心疾患死亡率が30%、6倍にもなると、まあ、いうふうにグラフはなっているように見えるんですね。まあ、これはよく、まあ、使われたグラフっていうか、まあ、こういうグラフが多く使われておりました。しかし、私は、まあ、科学者なんですけども、科学者はそんなに雑には見ないんですね。例えば、まず多い方ではフィンランドがありますね。このフィンランドの人はここでは170ぐらいから180ぐらいから330ぐらいの間の人が多いんですね。そうしまして、心疾患死亡率が15%から30%ぐらいになっているということです。アメリカも大体似たような生活態度ですね。タバコの問題もそうなんですけども、フィンランドとかアメリカっていったアングロサクソンとかノルマンの人たちっていうのは、ちょっと我々とはですね、体の作りも違いますし、食事もの仕方も違うんですね。ですから、体の出来も違えば発病も違うという傾向があります。アメリカも似たようなもんで、まあ、10%ぐらいから、まあ、27%ぐらいですね。だから欧米人は、特に北の方ですね、は注意しなきゃいけないということがまず言えます。ところが、セルビア、南欧、ギリシャ、クレタというところが次の郡でありますが、ここはやっぱり海産物を結構食べるという影響もあって、セルビアでは低いところはやっぱり120ぐらい、南欧の内陸部が一番高いんですが、これでだいたい250ぐらい。しかし、この南欧の一番、南欧っていうか南ヨーロッパですね、南ヨーロッパの一番コレステロールが高いところでもですね、心疾患死亡率っていうのが、アメリカとかフィンランドの一番低いもの
程度、もしくはもうちょっと低いという感じですね。特にギリシャとかクレタ島のように、海産海に面したところっていうのは、まあ、コレステロールの値もやや低めだし、心疾患死亡率は非常に減っていきます。これは、例えば、こういう時に私たちはこう見るわけですね。例えば、フィンランドとギリシャ、クレタと比べますと、二つの傾向がありますね。あ、三つあるのかな。一つは、フィンランドは、コレステロールの高い人が多い。それから、ギリシャ、クレタは、コレステロールの低い人が多いと。それから同じコレステロールの値、例えば250ぐらいを取りますと、南ヨーロッパが死亡率が 7% ぐらい、フィンランドが 24% ぐらい、まあ、3.5 倍ぐらい、フィンランドの方が多いと。だから同じコレステロールの値でも、食生活か体の具合によって、作り方によって、まあ、3倍ぐらいの違いが生じてくるんだなと、まあ、いうことがわかりますね。それから同じヨーロッパ人、ヨーロッパ人は一応白人で、まあ、アーリア人系なんですけども、同じアーリア人系でも北の方の国の人と南の方の国の人と違うと。それからギリシャ、クレタぐらいになりますと、まあ、コレステロールを制限すべきかというのは非常に難しい問題になりますね。というのは、コレステロールの値が120ぐらい変わっても、ほとんど心疾患死亡率はあまり変わらないということになっているので、まあ、ギリシャ、クレタではコレステロールを抑制するということはあまり大きな効果が期待できないということになります。まあ、そういうヨーロッパの状態がヨーロッパの状態で見た後ですね、日本を見ますと、まあ、日本はコレステロールが120から、まあ、ここでは200ちょっとぐらいまでが振ってありますが、変わらない、心疾患死亡率がいずれも 4% ぐらいと変わらないとも言えるし、177のところが心疾患死亡率が 2% ぐらいになってますからね。どっちかっていうと、ちょっとコレステロールは多めがいいけども、あまり多くなると少ないのと同じになるとも言えるんですね。ですから日本人がこの図でコレステロールを削減するっていう必要はないんですよ。だけどこれが使われたんです。つまり非常に雑な話だったんですね。もともと民族性があるんですよ。もともと民族性があって、同じコレステロールの量でも心疾患死亡率は非常に違うということがまず一つあります。それから、もう一つは、コレステロールの高い地域と低い地域があると、同じ白人でもあるということですね。三つ目は、そういう、まあ、ヨーロッパの傾向とですね、日本の傾向が全く違う。もちろん、これは生活習慣かもしれませんね。魚が多い、米を食べる、米と魚を食べるというのと、麦と肉を食べるっていうのと大きく文化とか健康が違いますからね。それを無理やり一つで整理するっていうのはまあ難しいわけです。ですから、欧米ではコレステロールが上がると心疾患死亡率が、危険性が増えるけれども、日本は減るという結果が出ても別におかしくないんですね。これは別にデータっていうのは予測を持ってみれば何とでもできるわけですね。データを取るってことで予測をしないっていうことですね。この状態で日本はコレステロールの上限を200としたんですよ。コレステロール上限を200と。それはですね、まだ200以上の人がほとんどいないときに、これから200以上になっちゃうと、フィンランド型になるという宣伝をしたんですよ。いや、実はギリシャ型になるんだったら問題ないんですよね。ですから、いかにいい加減な根拠でですね、コレステロールと心疾患死亡率が関係しているということを言っていたかと。アメリカかぶれなんですね。ヨーロッパ、アメリカかぶれなんですよ。本当にすべてそうですね。まあちょっと話がずれますけどね、タバコにしても何にしても、白人が言ったらって言うんですけど、白人の体と、日本人の体と違うって言うんですけどね。まあそれがあるわけです。それからもう一つ、このデータに大きな欠陥がありました。それはですね、縦軸に心疾患死亡率だけ取ってあるってことなんですよ。これは後にはっきりしましたので、またデータを出しますけれども、実はコレステロールが減ると、がんが増えるんですね。で、こういうもののトリックは 何かと、縦軸がいつも1種類ってことがあるんですよ。血圧を下げるとどうとか、コレステロールが増えるとどうとか、タバコを吸うとどうとかって、みんな縦軸がですね、1種類なんですよ。ところが人間ですからね、心疾患で死亡する人もいれば、脳卒中で死亡する人もいるし、それからがんで死亡する人もいるわけです。三大死因というのはあるわけですからね。
せめてこういうグラフは、まあ、三大死因ぐらいは書いとかんといかんですよ。最初から書いてたらね、コレステロールが減ると、がんが増えるっていうデータも一緒に出てきますから、コレステロールを減らせという話は出ませんね。まあ、この頃は認知症があまりなかったんで、まあ、認知症が書かれてないっていうのはしょうがないんですけど、せめてがんぐらい書いとかなんかいけなかった。つまり、いつもこういう実験、データでですね、僕なんか科学者ですから一応訓練を受けてるんですが、縦軸は一種類というところはすぐは信じないんですね。他に悪いとかいいとことかあるんじゃないかと。人間というのは心疾患だけじゃないんですよね。ですからそれを考えるわけです。したがってこのグラフがいかにいい加減で、このグラフがいい加減なんじゃないですよ。このグラフはしっかり書かれてるんですけども、このグラフのこういうデータに基づいて、日本人にコレステロールを減らそうとした。なんでか。そこですね。まあ利権なんですけど、まあ、そういうことで人の利権をいい加減なデータで言うなと、まあいうふうなことになるわけです。